る太陽を偽りに満ちた世界最高のゲームルールはどこにもない。壊れた時の正しさ自動修正は不可能。衝動が示す破滅の果てまで響く先へ針を進めよう。取り戻せ奪い取れ決められた道を歩くなんて退屈すぎて羽ばたいて全力で阻むものは焼き尽くすだけ。今日は祈り SOS タイムトラベルドラゴンズ。やっちまったな。どうすんだ。ボスに謝りに行くなら一緒に行ってやるけど。この前もやらかしちまったからもう後がないんですよ。なんとかなかったことにならないですかね。なかったことにって無茶言うなよ。そんなの時間を遡れない限り無理だろう。時間を遡るですか。カヤピーはもし過去に戻れたら何がしたいですか。俺か。俺はそうだな、過去の俺と喧嘩してみたいかな。はあ、まったくカヤピーはどこまでも脳筋喧嘩バカですよ。そういう祈りは何がしたいんだよ。お年ですか。そうですね、私はそりゃ私にふさわしいビッグなことですよ。なんだよそりゃ。ほらいいから謝りに行くっぞ。どうせ逃げられないんだしさ。嫌です。なかったことにしてくれですよ。次回祈り SOS タイムトラベルドラゴンズ。祈り、どこ行こうとしてんだ。こっちの方が近道なんですよ。知らないんですかカヤピー。俺が知ってるのはこっちの道には祈りがよく行くゲームショップがあるってことくらいだな。行く、それは気のせいじゃないですかね。お？あて、なんだ君か。俺は祈りのお使いの付き添い。だから余計な手出しはいらねえっていつも言ってるですよ。こんな仕事あたし一人で十分です。っていうかお兄さんはこんなところで何してるですか。いつも見たく無駄に時間を浪費してやがるです。バイト終わりか。ちょうどよかった、君もついてきてくれよ。祈りがボスに隠れて変なもの買っちゃわないようにさ。だからそんなこと私がするわけ。するわけないですよ多分。目が泳いでるぞ。く
そこまで言うならしょうがないですね。お兄さんもカヤピーも私の仕事ぶりをしかと目に焼き付けておくがいいです。あら、祈りちゃん、いらっしゃい。今日はどうしたんだい？重要な任務ですよ。まあ、お使いですけど、頼んでたブツをよこしやがれです。ああ、はいはい、わかったよ。それじゃ、これは頑張ってる祈りちゃんにおまけだよ。いいんですか？そこまで言うならもらっておいてやるですよ。こら、祈り、ちゃんとお礼言っとけよ。ありがとな、おばちゃん。うん、ありがとうです。あら、かやちゃんも一緒だったのね。ご苦労様。ああ、また寄らせてもらうよ。行くぞ、祈り。もうちょっと見ていくですよ。いいから、また無駄遣いしないうちにとっとと行くぞ。よっ、カヤピー、首根っこをつかむのはやめるですよ。はあ、まったく、カヤピーは遊び心が足りないです。祈りは逆に遊び心しかないんじゃないか？何言ってやがるですか。私のは大物ならではの余裕であって。わあ、祈りちゃんだ。カヤもいるぞ。ガキども、こっちに来るなです。ねえねえ、何してるの？あ、祈りのやつなんか持ってるぞ。こら、やめるですよ。それは私がもらった。いいじゃんか、分けてやれよ。大物ならではの余裕ってやつがあるならさ。しょうがねえですね。やったー、ありがとう。よし、あっちで食べようぜ。あいつらすげえ喜んでるじゃんか。よかったな、祈り。全然よくねえですよ。そうですか。まあ、お兄さんがそう言うなら、もっと私を褒めてもいいですよ。たく、調子のいいやつ。そうですか。いや、そうですよね。私の懐の深さにもっと感動するがいいですよ。たく、調子のいいやつ。どうですか、この鮮やかな仕事ぶり。きっちり任務をこなしてやったですよ。ただのお使いだけどな。何にせよ、無事に終わってよかったよ。君もありがとな。まったく、お兄さんもカヤピーも私のこと信用してなさすぎですよ。そりゃまあ、これまでの前科を考えるとな。何言ってやがるです。前科なんてギャングにとっては勲章ですよ。って、何うなずいてやがるです。お兄さん、ちょうどいいです。お兄さんには私がどれだけギャングとしてバリバリ活動してるか見せてやるです。ついてくるがいいですよ。ま、バリバリかどうかはともかくとして、暇してるんだったらうちに来る？茶ぐらいは出すからさ。いい心がけです。そうと決まれば私のギルドハウスに来るですよ。いや、祈りのじゃないけどな。いずれそうなるんだからいいんですよ。さあ、ちゃっちゃと。おーい。え、誰だ？ああ、やっぱりかやちゃんだ。
ビーチベースボール以来だね。初音、久しぶりだな。遠くから見かけて追いかけてきたんだけど、君も一緒だったんだ。えへへ、奇遇だね。あれ、こっちの子は…あ、誰です？こいつ、カヤピーとお兄さんの知り合いです。こいつは初音、前にちょっと面識ができてさ。初音、こっちに用事でもあったのか？うん、フォレスティエの活動でね。初音ちゃん、どこ？あ、そうだった、美里先生と一緒だったんだ。美里先生、こっちこっち。もういきなり走り出すから、何かあったのかって。あら、かやちゃんとあなたも。チッス、みさと先生とも久しぶりだな。また増えたですよ。みさと先生、ごめんなさい、かやちゃんが見えたから急いで追いかけてきちゃった。そうだったのね。大丈夫よ、ちょっとびっくりしただけだから。あら、この子は？いのり、怯えなくても大丈夫だって。あらあらありがとう。先生は本当に優しいから大丈夫だよ。あ、本当ですか？悪いな、祈りのやつ本当ビビリで。そうかな。ガー、食べちゃうぞ。なんちゃって。初音ちゃん、ダメよ、怖がらせちゃ。悪いな、祈りのやつ本当ビビリで。別にビビリなんかじゃないですよ。やっぱりこの子が祈りちゃんなんだ。私は初音ちゃんだよ、よろしくね。かやちゃんが言っていた通りの子ね。私はフォレスティエでギルドマスターをしているミサトです。ミサト先生って呼んでね。そうですか。おいおい、挨拶くらいしろよな。二人とも私のこと知ってるみたいだし、必要ないって思っただけです。いいからさ、こういう時くらいちゃんとしとけって。ドラゴンズネスト大幹部の祈り様です。今日から恐れ敬うがいいですよ。あらあら、うんうん、わかったよ。ふやまおうって気配がみじんも感じられないです。それでかやちゃんたちは何してたの？買い物を終えてギルドハウスに帰るとか。そうだ、二人も来るか？むさ苦しいところだけど歓迎するぜ。誘ってもらえたのはとっても嬉しいけれど、ごめんなさいね。これからギルド管理協会で用事があるの。行ってみたいのは山々なんだけどね。また今度遊びに行くよ。そっか、じゃあまた今度な。って、寄り道しちゃってたら時間ギリギリかも。美里先生、急がなきゃ。初音ちゃん、そんなに急がなくても大丈夫よ。
祈りちゃんもまたゆっくりお話ししましょうね。どうしてもって言うなら話してやってもいいです。そうね。それじゃあ三人ともまたね。バイバーイ。いのーり。なんですかかよぴー。そんな人見知りでよくもまあギャングだの大幹部だの。警戒してただけですよ。かやぴーもお兄さんも騙されやすいですから。まあそうみたいですね。次からはちゃんと話してやってもいいです。とか言ってるうちに着いたです。おらおら野郎ども、大幹部祈り様のご帰還ですよ。おかえり。ちゃんとお使いできたのかい。無駄遣いしてないか。まあカヤさんがついてるから大丈夫だろ。それにこないだボスにたっぷり絞られた後だしね。へえ、お前らもっと私を恐れ敬うですよ。ただいま。まあこっちは無事任務完了ってとこだな。お疲れ様です。ささお客人も。ってなんだ、またあの兄ちゃんか。いつもお祈りちゃんの相手してくれてありがとうな。ちょっと待つですよ。私とカヤピーで扱いが全然違うですよ。そうは言ってもなあ、日頃の行いがなあ。お前たち。あれ、そういやボスは。お二人が出て行ってからどこかへ出かけて行きやしたぜ。なんでも急な用事だとかで。え、いないですか。はっはっはっは。これはチャンスです。今こそボスの弱みを探って下克上。お兄さんついてくるです。おい祈り、ボスがいないなんて千載一遇のチャンスです。今のうちに部屋を調べて弱みを探すです。お前たちそこでしっかり見張りをしとくですよ。まあそれが俺らの仕事だけどよ。勝手にボスの部屋に入るとまた怒られるぜ。いいっていいっていつものことだから。まあ一応俺が見張っとくよ。まあ、カヤさんがそう言うなら安心だな。じゃあお任せします。なんか引っかかる物言いですけど、今はそんなことにかまけてる時間はないです。いざ突撃。見るがいいです。ここがドラゴンズネストのギルドマスターの部屋ですよ。いずれ私の部屋になるから問題なしですよ。そしてこれがボスの椅子です。ちょっとでっかいですけど。怒られるのが怖くて下克上なんかできねえですよ。そしてこれがボスの椅子です。ちょっとでっかいですけど。おーい、そうやって椅子に座ってるとまたすぐバレるぞ。ちゃんと元に戻しとけば問題ないですよ。それにしても相変わらずわけのわかんないものがいっぱいあるですね。ギャングの仕事してないときはいっつも部屋にこもって調べ物してるしな。私がボスになったらもっと豪華に飾りつけるですよ。それで隠し部屋なんか作ったりするです。例えばこの辺に隠しスイッチ仕込んだりして。おい、あんまいじるなって。あれ、なんですこれ。祈り、本棚がつれて。おい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 、
これってこれって隠し部屋です。おお、ボスってばこんなの隠してやがったですか。すっげーなこれ、俺も知らなかったぞ。激アツですよこんなギミック。くぅ、怪しいとは思ってたですけど、まさかこれほどとは。とんでもないです。なんかすごいテンション上がってるな。そりゃそうですよ。見るです、かやぴお兄さん、中に置いてあるのもなんかすごそうなものばかりですよ。ああ、なんか怪しい気配のするもんばっかりだ。気をつけろよ、祈り。って、おい！え？言ったそばから不用意に触るなって。ふふん、かやぴビビってやがるですね。はぁ、まったくどっちがビビりなんだか。ん？なんですかね、この丸いの。いいから迂闊に触るなって。いや、待つですかやぴ、ここ狭いんだから。お、あ、あ、わー、いやいやいや、やっちまったですよ。つぼが、あっちゃー、くやぴーが押すから。それはお前を止めようとして、って、いや、俺も迂闊だった、悪い。まあ分かってくれたらいいです。とりあえず今はそんなことより、こいつをどうするかだな。どうするですか。どうするですか。完全に壊れてやがるですよ。直すのは無理そうだぞこれ。一体どうすれば。なんだ今の音。おい、祈り、祈りってば。なんですかかやぴ、こんな非常時に。いや、そうだけどさ、お前が持ってるそれの方がなんか非常時っぽくないか。なんですかこれ、なんか光ってやがるですよ。祈り、そいつを離せ。離せてどうすれば。投げるですよ。いいですよね。えい。封印解除を確認。仮起動開始。現在の時間、空間座標を読み込み、ゼロポイントとして設定。あ、なんですこいつ。喋った。周囲に候補者を確認。タイムラーベの正式な起動にはマスター登録が必要です。マスター登録をお願いします。てか、お前何なんですか。私は魔道具タイムラーベのナビゲーター時の管理人です。タイムラーベの正式な起動にはマスター登録が必要です。マスター登録をお願いします。時の管理人。正確には、時間・空間移動魔道具、タイムラーベ動作補助用魔法生命体です。タイムラーベの正式な起動には、マスター登録が必要です。マスター登録をお願いします。さっき祈りが投げた弾から出てきたってことか？タイムラーベの正式な起動には、マスター登録が必要です。マスター登録をお願いします。ちょっと待つですよ。そもそも魔道具タイムラーベだっけか。ってのは何なんだ。何ができるってんだよ。タイムラーベは任意の時間空間に使用者および随伴者を送り届けることを目的とした時間空間移動魔道具です。かやぴ、何言ってるかわかるですか。
任意の時間ってまさかタイムトラベルってことなのか。つまりタイムマシンってことですか。いやいや、そんな都合のいいものあるわけ。けどオスが隠してたってことはあり得るのか。そうだ、それですよ。それで一発解決ですよ。祈り、このタイムなんとかで過去に戻って壺を壊さなきゃいいんですよ。それくらいできるですよね。可能です。ほら、正気か祈り、こんなヤバそうなもん。いや、でもタイムラグの正式な起動にはマスター登録が必要です。マスター登録をお願いします。指定がない場合にはタイムラーベの封印解除者をマスター登録します。それってもしかして私ですか。ちょっと待つですよ。タイムラーベの正式な起動にはマスター登録が必要です。マスター登録をお願いします。指定がない場合にはタイムラーベの封印解除者をマスター登録します。ちょっと待った、そのマスター登録ってのは俺でもいいのか。カヤピー、初期起動時に設定したゼロポイントに存在する人物であれば可能です。大丈夫だって。何かあったら祈りを頼むよ。そういうわけで俺がマスターだ。登録してくれ。了解しました。これよりマスター登録を行います。で、俺は何したらいいんだ。スキャン開始。認証完了。え、もう終わり。うわ、マスター登録完了しました。タイムラーベを正式に起動します。なんだ？またなんか光ってたけど。カヤピー、その格好。なんだよ、祈り。俺に何か。って、なんだよ、この格好。おい、ちょっと待てて。君もあんまりジロジロ見んなって。標準の使用により、マスターの衣類に時間・空間座標のアンカーとしての機能を付与しました。タイムラーベを起動しますか？いや、ちょっと待てって。標準って割には、なんかこれ、俺には似合わなくないか？そうか？まあ、君がそう言うなら、まあいいか。ああ、なんだか知らないけどすごいですよ、カヤピー。こんなだったら私がマスターやってればよかったですよ。あんまりからかわないでくれよ。結構恥ずかしいんだぞ、この格好。ああ、なんだか知らないけどすごいですよ、カヤピー。こんなだったら私がマスターやってればよかったですよ。お前はまたそうやって適当なことを。ってなっちまったもんはしょうがないか。よし、覚悟は決まった。とっとと行こうぜ、祈り。タイムラーベを起動しますか？え、もうですか？ここでうだうだ言っててもしょうがないだろ。準備はいいか、祈り。いつでも OK ですよ。かかってくるです。 OK、 それじゃあ頼む。マスターによる承認を確認。タイムラーベ起動。タイムゲートオープン。
タイムラーベ起動しました。タイムゲートへどうぞ。この中に入れば過去に戻れるってことか。タイムラーベ起動中。タイムゲートへどうぞ。よし、早速入ってみようぜ。ちょっと待つですか、ヤピー。なんだよ、いつでもオッケーって言ってたろ。こんな急に開くなんて聞いてないです。っていうか、あまりに無防備すぎですよ。もっと準備していかないと。ああ、もうこの杖でいいです。おいおい、大丈夫か。この部屋にあるものって基本はどれもヤバいやつじゃん。だから何かあった時用ですよ。っていうかさ、何かあったら普通に戦えばいいだろ。俺も彼もいるんだしさ。うん。でも、もし何かあったらか。そうだな。どうせなら過去の俺と喧嘩してみるってのもいいかもな。ああ、もう本当カヤピーは喧嘩客ですよ。タイムラーベ起動中。タイムゲートへどうぞ。タイムラーベ起動中。タイムゲートへどうぞ。ゲート開放限界まであと。だってさ、ほらさっさと行こうぜ。8、7、6。待つです。私も行くですよ。2。なんなんです、ここは。っていうか、俺たち過去に向かったはずだよな。なんでこんなところに。おい、こら、なんとか言うですよ。ここはいかなる時間からも切り離された空間、タイムトンネル。タイムゲートを通じ、あらゆる時間と空間の交わる場所です。マスター、移動先の時間、空間座標の入力をどうぞ。何言ってやがるか全然わかんねえですよ。つまり、ここからさっきの穴みたいなのが開いて時間移動できるってわけか。え、カヤピー、今ので理解できたんですか。喧嘩以外でこんなに頭が回るカヤピー、初めて見たです。お前さ、俺のことバカにしてないか。まあいいけど。それでいつに戻る。壺を割る前に戻るんだろ。どれくらい前に戻るんだ。そうですね、それじゃあ私たちがギルドハウスに戻ってくるちょっと前にするですよ。じゃあとりあえず買い物終わった時刻が、ああだから、あと場所も指定できるのか。じゃあこの辺りで。マスターによる入力を確認。時間、空間座標セット。時間移動時に過去の事象をねじ曲げてしまうと、ゼロポイントへの帰還は非常に困難となります。ご留意ください。どういうことです。おいおい、それじゃあ壺が壊れなかったことにするとまずいのか。器物の損壊の回避程度ならば問題はありません。ゼロポイント存在保存の許容範囲内です。よかったです。過去の自分と出会ってしまうと、ゼロポイント存在保存限界を突破する可能性があります。この場合の歪みは計測不能ですので、慎重な行動をお願いします。言ってる意味はよくわかんないけど、なんかヤバそうだな。そういえば聞いたことがあるですよ。タイムパラドックスとかいうやつですよ。もしそれが起きたら、確か世界がぶっ壊れるって。へえ、相当ヤバいんだな。にしても祈り、ずいぶんとビビってるな。そんなのビビって当然ですよ。っていうか、自分たちに会っちゃダメならどうやって止めればいいんです。
そりゃ決まってるだろう。というと？臨機応変。行き当たりばったりじゃないですか！いいんだよ、細かいことは。なるようになるって。そんじゃ、タイムトラベルの開始だ。タイムゲート開口します。指定時間、空間座標への連結を確認。タイムゲートへどうぞ。おっ、って、あれ、ここってランドソルですよね。まあ、トンネルみたいなのは残ってるけど。タイムゲート固定完了。タイムトンネルへの帰還にはこのタイムゲートを使用してください。本当にここって過去なんですか？って言ってもな、どうやって確かめるんだよ。とりあえず人通りの多そうなとこに行くですよ。自分たちに出会うのが一番確実だとは思うんだけど。それは非常に危険です。推奨できません。おーい、この声は。はあ、変わった格好してたけど、やっぱりかやちゃんだ。やっほー。あ、君も一緒だったんだ。えひひ、奇遇だね。おう、そうだな。って、なんだ、初音とかいうやつじゃないですか。あれ？あれ、こっちの子は、もしかしていのりちゃん？もしかしなくてもいのりです。さっき会ったばかりだから分かって当然ですよ。あれ？かやちゃんからお話は聞いてたけど、初対面だよね。初音ちゃん、どこ？あ、そうだった、美里先生と一緒だったんだ。美里先生、こっちこっち。もういきなり走り出すから、何かあったのかって。あら、かやちゃんとあなたも。どうもす、もう用事は終わったんですか？あれ？どうしてわかったの？いや、だってギルド管理協会で用事があるってさっき。そういうことか。かやぴ？いや、二人とも久しぶり。かやぴ、何言ってるですか？この二人とはさっきも。だよね、ビーチベースボール以来かも。元気そうでよかったわ。あら、この子は？二人とは初対面だよな。前話してたうちのギルドの祈りだよ。だから私は。いいかいのり、よく聞け。お前とこの二人は初対面なんだよ、この時間ではな。それって、俺たちに会う前の二人ってことだよ。つまり俺たちは今過去にいる。本当ですか？あり？どうしたの、かやちゃん、いのりちゃん。あ、そうだ、自己紹介しておくね。私は初音ちゃんだよ。かやちゃんが言っていた通りの子ね。私はフォレスティエでギルドマスターをしているミサトです。ミサト先生って呼んでね。よろしくです。出会ってすぐで悪いけどさ、俺たちもちょっと用事があるんだ。そっちも用事あるんだろ？また今度な。あ、うん、わかったよ。また今度ね。
また会いましょうね、いのりちゃんも。わかったですよ。どうやら本当に過去に戻ってるみたいだな。だったらこうしちゃいられないです。早くなんとかするですよ。だな。あ、でもどうやって壺を割るのを止めるか考えてなかったですよ。ああ、だな。ああ、どうしたらいいんですか。お兄さん、何か策はないんですか。おお、珍しく明暗ですよ。で、どうやって。いい案が一個あるぜ。だからどうやって触れないようにするんですか。具体性ゼロですよ。いい案が一個あるぜ。なんですかやぴー。俺が直接過去の俺たちを殴って止める。かやぴー、それするとタイムパラドックスが起きるからやめろって言われたですよね。出会うとやばいんだろ。俺だって気がつかれる前に不意打ちでぶん殴って気絶させればいいんだよ。かやぴー、かやぴーは自分の不意打ちをあっさり食らうですか。いや、俺なら余裕で気づくね。だったらダメじゃないですか。この脳筋喧嘩バカ。ああ、手強いな。さすが俺だぜ。俺じゃあ八方ふさがりですよ。ふさがりそうだ、あの部屋を封鎖しちゃうですよ。ちょうどあそこに軟禁錠が売ってるです。あれでボスの部屋に入れないように鍵をかけるですよ。へえ、祈りにしちゃいい案じゃないか。あ、じゃそれで行こうぜ。へっへっへ、私の頭脳にかかればこれくらい余裕です。それじゃあかやぴー、頼むですよ。ああ、で、何をだ。あそこの鍵を買ってくるですよ。私のお小遣いだと微妙に足りないです。お前、こないだもらったばかりだろう。無駄遣いするからこうなるんだよ。まったくしょうがないな。あれ、やっべ、財布置いてきちまった。小銭しか持ってねえ。どうするですか。これじゃあ作戦を実行できないですよ。あ、だったら足りるか。よし、無事入手です。さあ仕掛けるですよ。あんまり時間はないはずです。さすがですよお兄さん。ごめんな、この埋め合わせは今度するからさ。よし、無事入手です。さあ仕掛けるですよ。あんまり時間はないはずです。おう、行くぜ。おかえり、ちゃんとお使いできたのかい。まっ、カヤさんがついてるから大丈夫だろ。お前らの相手をしてる暇はないです。そこを毒ですよ。悪い、ちょっと急いでるんだ。まあなんか変な格好してるけど、カヤさんがそう言うなら。ん、安心だな。じゃあお任せします。ボスの部屋の扉をこうやってノブを鎖でぐるぐる巻きにして、仕上げに鍵をかければ封鎖完了です。はぁ、なんとか間に合ったな。これで一安心。おらおら、野郎ども、大幹部祈り様のご帰還ですよ。おかえりって、あれ、祈りちゃん。あれ、かやさんもさっきそこに。なんだ、
一体どうしたんだ。やっべ。これって…なんだ、どうかしたのか。なんか様子がおかしいですね。錠前買うのに時間かけすぎちまったな。どうするです。どこかに隠れるです。ボスの部屋に…って、くそ、鍵かけたばっかだぞ。鎖が邪魔で…なんですか、お前たちは。私たちがいるですよ。祈りがもう一人嫌がる。あっちは変な格好してるけど、もしかして俺か。もう来やがったですよ。参ったな、こりゃ。またボスが何かやらかしやがったですか。それにしちゃ様子がおかしいぜ。なんだか随分と慌ててやがる。あ、さては敵勢力の偽物ですね。一体何を企んでやがるですか。祈り、落ち着けって。なんかよくわかんないけど面白い真似してくれてんじゃん。こういう時はとりあえずぶん殴ればいいんだよ。やる気か。さすが俺。さすが俺じゃないですよ。逃げるです、逃げるんですよ。待てよ、せっかく面白くなりそうだってのによ。待つですよ、カヤピ。ここは様子を見るです。ビビってんじゃねえぞ、祈り。そうだぞ、祈り。うるさいですよ、ダブル脳筋喧嘩バカ。今のうちです、早く。しょうがねえな。とりあえず逃げてきたですけど。残念だったな。俺とだったら絶対楽しい喧嘩になると思ったんだけど。こっちは全然楽しくないですよ。で、どうなんです。パラドックスはどうなっちまうですか。現時点では発生した時間矛盾の計測不可能。ゼロポイントに帰還するまでは不明です。ま、目的は果たしたし帰るか。そうですね、壺が無事か調べないとです。タイムラーベ起動中、タイムゲートへどうぞ。あれ、また逃げちまったな。きっと私たちに恐れをなして逃げたですよ。あれ、何ですかこの杖みたいなの。なんだそれ、見たことないな。なんかの魔道具っぽいけど。あいつらが落としたんですかね。わあ。おい、祈り、これはこの力は。タイムラーベ起動中、ゼロポイントへの帰還ゲート開口。不能です。不能ってことは戻れないってことか。どういうことです。時間座標確認中。発生した時間矛盾により
ゼロポイントが損壊しています。それってなんかやばいのか。損壊を確認中。確認した破損状況であればかろうじて修復は可能です。ゼロポイントの修復を行いますか。なんか大丈夫っぽいですね。だったら早く戻るですよ。本当に大丈夫なんだろうな。修復が成功すれば問題はありません。ゼロポイントの修復を行いますか。わかった、頼むよ。ゼロポイント修復中。ゼロポイント修復中。修復成功しました。修復されたゼロポイントへの連結を確認。タイムゲートを開口します。ここってランドソルですよね。工程発生した時間矛盾により損壊したゼロポイントを修復した時間軸となります。つまり元の時間からはずれてるってことだよな。それって何分くらいです。修復前のゼロポイントの時刻より起算すると43,200分後の未来です。ほう、4万。だからそれが何日なんだよ。日に換算すると30日です。これより時間矛盾による連続性の解析を行います。はぁ、1ヶ月じゃないですか。問題大ありですよ。マジかよ。祈り、どうする。とりあえずギルドハウスの様子を確認するですよ。ちょっと待てって。またさっきみたいにこの時間の俺たちに出会ったらまずいんじゃないか。そうです。どうすればいいんですか。ゼロポイントが修復されたため当該時間軸にマスターおよび随伴者の同意存在は確認できません。とりあえず出くわす心配はないってことか。そうと決まれば善は急ぎですよ。おらおら野郎ども、大幹部祈り様の動き感ですよ。って、あれ？誰もいないですね。珍しいな。何かあったのか？まあいいです。今がチャンスですよ。確かここの本棚のスイッチを。よし、開いたな。壺は…はぁ、どうした、祈り。あったですよ、壺。無事です。なんだよ、びっくりさせるなよな。ま、これで一安心だな。隠し部屋の魔道具も全部揃って…だからどうしたんだよ、祈り。ないです。ん？タイムラーベならここに。そうじゃなくて、あの時私が持って行った杖がないです。そりゃそうだろう、あの時お前が持って行ったんだから。てお前もしかして。向こうに落としちゃったみたいですよ。マジかよ。しょうがないな。さっきの時間に戻って取ってくるしか。いや待て、誰か来る。かやぴー、どうすればいいです。まあこうなったら素直に言って謝るしか。ない。いたぞ。お前たち、びっくりしたじゃないですか。いいから、早く連れて行くぞ。
お前たち、何を。早く、時間がない、急げ。何をするですか。おい、お前らちょっと待てって。祈り、かやさんも急いでください。始まっちまいやすぜ。だから一体何がだよ。何がって、パレードですよ、パレード。祈り様が先代を倒してボスになった就任パレードですよ。え？新しいボスの誕生だ。新ボス万歳。新たなボス祈り様万歳。万歳。新ボス万歳。一体どうなってやがるです。状況が全然わかんないです。でもなんだかよくわかんないですけど、気分は最高ですよ。なあ、一体全体どうなってるんだ。どうなってるも何も、カヤさんだって見ていたじゃないですか。ギルドの隠し財宝を掌握した祈り様が先代を倒したところ。隠し財宝って。時間矛盾による連続性の解析完了しました。なんだ、今まで黙りこくってたけど何か分かったのかよ。タイムゲートの通過前後にてタイムラーベ以外の魔道具の移動を確認。同一魔道具が同一時間にて共鳴し一定の域地を超え起動した模様。つまり持ち込んだ杖と過去の杖、二つの杖が揃ってしまったことによりゼロポイントが損壊。ギャング内でのパワーバランスの変化はその余波及び過去の自分と出会ってしまったことが要因である模様。以上が過去に干渉した結果の時の歪みに対する解析結果です。なんてこった、あの杖ってそんなにヤバい代物だったのかよ。それでボスは。ボスは祈り様でさ。じゃなくて前のボスだよ。ボスに負けた先代はボスの座を退きどこかへ旅に出やしたぜ。旅か、なるほどね。それにしても祈りのやつちょっとはしゃぎすぎだよな。新ボス万歳。祈り様万歳。新ボス万歳。祈り様万歳。これが下克上、私は成し遂げたですよ。っていうことらしいぜ。なるほど、さすが私。これは天が味方についたってやつです。ただの偶然をそこまで前向きに受け取っちゃうか。でもさ、あのボスがだぜ。このまま見逃してくれるとは思えないんだけどさ。それは…いや、きっと私がコテンパンにやってやったんですよ。だから大丈夫です、きっと。謝るのは早い方がいいんじゃないか。カヤピーはビビりすぎですよ。こうなっちまったもんはしょうがないです。現実を受け入れるですよ。ま、祈りがいいってんならいいけどさ。とにかくとうとう私の地帯が来たんですよ。
それでは新体制を発表するですよ。カヤピーは引き続き幹部として盛り立ててもらうです。お兄さんには私の側近として仕えてもらうですよ。異論のあるやつはいるですか？異議なし。異議なし。おいおい、それでいいのかよ。そして私はこれまでの可愛いドラゴンではなく、ボスを超えた存在、ビッグボス祈り様となるです。ビッグボス、ビッグボス。とりあえず肩揉むですよ。へい。ふむ、なかなかいい腕してるです。今度の取引はお前に任せてやるですよ。ありがとうございます。取引といえば、この前のお菓子買い出しはなかなかの戦果でしたね。好きなだけ買えるって素晴らしいです。おや、そういえばもうお菓子が足りないですね。そこのお前、ちょっと買ってくるですよ。へい、買ってきやす。そうだ、もう面倒だし店ごと買うのもいいですね。私専用の店にしてやるですよ。ちょっと先に行って話つけてきやがれです。へい、任せくだせ。ボスの椅子の座り心地、今のビッグになった私には悪くないですよ。さて、今日も就任パーティーを開くですよ。準備するです。へい、今すぐに。最高ですよ。しかしまあ、わかりやすく調子に乗ったな。肝心の祈りがこの調子だと戻せないだろう。ま、しばらく様子を見るさ。カヤピ、お兄さん、パーティーの会場に行くですよ。早くするです。へいへい、わかりましたよ。てかなんだよその格好。どうですか、かっこいいですよね。はいはい、かっこいいよ。そうだったな、お前って形から入るタイプだもんな。わかればいいんですよ、わかれば。元ボスも帰ってくる様子はないですし、我が世の春とはこのことですよ。なんじゃこりゃですよ。申し訳ありません、足のせいで。取引に行ったはいいが、騙されてガラクタを押し付けられたってわけか。今回の取引には多額のギルド資金をつぎ込んだですよ。どうなるです。それが取引相手はもうすでにもぬけの殻でして。しかも今回の件、いつの間にか界隈に吹聴されて、うちはすっかり笑いもんですよ。こうなったらもう俺が腹を切って詫びるしかねえ。お前、うだったら俺も同罪だぜ。何か言いたそうですね。別に、ただ前のボスだったらこんなことになる前に見抜いてたんだろうなとは思ったけどさ。カヤピ。なんだ。ちょっと話があるです。お前らは外で待ってるですよ。ボス。で、なんだよ話って。時の管理人を呼んでほしいです。
お、やっぱりボスはもうやめて元に戻る気になったのか？違うですよ。このまま舐められて終わりだなんて納得いかないだけです。取引の前に戻って中止にしてやるですよ。はぁ、そっか。まあ分かったよ。俺も舐められっぱなしってのは性に合わないからな。おい、時の管理人、聞こえてるんだろ？マスター、ご用でしょうか？用事ができたからタイムトンネルを頼む。タイムラーベ起動します。タイムゲートへどうぞ。目指すは取引当日です。てなわけだ。よろしく。タイムラーベ起動中。タイムゲートへどうぞ。行くですよ、カヤピー。突撃です。よし、到着。っておい、祈り、なんか様子が変だぞ。カヤピー、どうしたんです？いや、ここって祈り呼んだか？私とカヤピーが増えてるですよ。てか、これ過去の私たちじゃないですか？なんです、なんです？これって俺たちか？つうか、ここ、こないだ店ごと買いに来た菓子屋じゃないか。やばい、出るぞ。わかったですよ。お兄さんも早く。なんであんなところに出ちゃったですか？カヤピー、何かミスりやがったです？時間は指定した通りだけど場所が違うんだよ。くそ、このままじゃ取引が始まっちまうぞ。おい、こら、管理人、なんで取引先に飛ばしてくれないんですか？この前は好きな場所に出てたじゃないですか。空間座標が未入力のため、同時刻のマスターがアンカーとして適用されました。コラピーのミスじゃないですか。っていうか、それはともかく、そういう大事なことは確認するのが普通です。未入力事項を指定する権限は私にはありません。確かにカヤピーのおまぬけですけど、お前は融通が効かなすぎですよ。なん、悪かったって。それより急ぐぞ、イノリ。とにかく取引を止めちまえばいいんだからさ。その取引、ちょっと待つです。ボス、どうされたんですかい？今日はお菓子の買い占めに行くって。取引の方はどうなってる？今ちょうど終えたところですぜ。ほら、これを。よく調べるです。そいつはガラクタですよ。取引相手はどこに行った？あっちの方に。追うぞ、イノリ。すぐみんなに招集かけろ。相手を逃がすなよ。へい、絶対に逃がさないですよ。ふう、ちょろい商売だったな。あとは大江戸のあたりまで逃げて高飛びすれば。そこまでですよ。なんだこのガキども。うちを相手に随分と舐めた真似してくれたじゃねえか。落とし前のつけ方は分かってるよな。まさかロンクーファミリーの。くっそ、もう気づきやがったのか。おい、お前。分かってるよ、ギャングくらい簡単に。てめえらみたいな雑魚相手にこの拳使うなんてもったいねえが、俺様が全員殴り飛ばしてやるぜ。者ども、かか
やってやろう。こいつらギャングのくせに強い。当たり前です。ドラゴン族の力味わうがいいですよ。カヤピー、くらいやがれ。まあこんなもんですよ。さすがボスだ。カヤさんもすげえぜ。祈り、そろそろ戻らないとやばいんじゃないか。この時間の俺たちも戻ってる頃だろう。そうでした。お前たち、私たちは一足先に帰ってるですから、ちゃんと引っ立ててくるですよ。へい、わかりやした。はぁ、なんとかなってよかったですよ。結構焦ったけどな。時間、空間座標を入力してください。おっと、今度はちゃんと場所も指定しないとな。さてと、どうなってるですかね。ボス、お疲れ様です。様です。なんかえらく明るくなってるな。お前、もう腹を切るとか言わないですよね。ボス、俺のミスのせいでご迷惑をおかけしやしたが、即座の発見に迅速な追跡、そして襲撃、見事でしたぜ。お菓子屋にいたと思ったのに、神出鬼没の名采配。今回のことでうちらもさらに一目置かれるようになりやしたぜ。どうやらうまくいったみたいだな。はあ、やれやれですよ。でもボスって思ったよりも大変ですね。それでもま、よくやったんじゃないか。お疲れ、祈り。もっと褒めてもいいんですよ。それに引き換え、お前たちはもっとしっかりするですよ。もっと迫力を出すです。迫力ですかい。お前はもっとしっかりドスを聞かすですよ。そんなファッション感覚だから逆に舐められちまうんですよ。ドスですかい。ワルってのはドスを聞かせてなんぼです。それにお前、何ですかそのなまったトゲトゲは。もっと刺さるくらいのトゲトゲじゃないとかっこよくないです。そんなことしたらみんな傷つけちまいやすぜ。ワルなんてのは触るものみんな傷つけるくらいでちょうどいいんですよ。あたしを見習いです。へい。宣言撤回だ。調子に乗りすぎ。まったく、お前たちはあたしがいないと何も。ボスすまねえ、はめられやした。またですか。ボスは本当にすごいぜ。まるで未来が見えているようだ。先代のボスにだって負けてないな。聞こえるですよ、私を称える声が。このままファミリーを前よりも大きくして、
私が全てを支配するですよ。なあ祈り、大丈夫か？いろいろあったし疲れてるだろ。少しくらい休めよ。別に大したことはないですよ。ボスとして務めを果たしているだけです。そうは言ってもな、こいつも相当疲れてるみたいだけど。機能に問題はありません。何かあるたびに過去に戻ってなかったことにしてはいるけどさ、むしろそうならないように気をつけとくべきだろ。何が言いたいんです？タイムラーベはもう使わない方がいいんじゃないか？大丈夫だって言ってるですよ。今の私はビッグボスですよ。下っ端カヤピーがボスの方針に口出しするなんて100年早いですよ。言っても無駄か。じゃあボス、少し休暇もらうぜ。いいだろ？カヤピー、祈りの頭が冷えるまで少し抜けさせてもらうぜ。タイムラーベは置いていく。じゃあな。カヤピー、好きにさせてやるです。私はボスですから。それにこの魔道具さえあれば私は無敵ですからね。そんなみっともない真似できるわけがないです。私はビッグボスですよ。それにこの魔道具さえあれば私は無敵ですからね。カヤピーだってどうせお腹が空いたらすぐに戻ってくるですよ。ボス、大変だ。隣の連中がうちの島に勝ち込んできやった。ちょうどいいです。私の実力を見せてやるですよ。総員出撃、私に続くですよ。なんでこんなことになってるですか？相手は魔物使いを雇ったみたいでして。それだけでなんでこんなに負けてるですか？すいません、あしら対人はともかく魔物相手は慣れてなくて。大変ですボス。全員出張ってる間に拠点を落とされてしまいやした。なんでですか。屈辱です。島も切り取られて賠償金も取られて、いいとこなしですよ。ボス、気に病まねえでください。これまで勝ち続けてきたんだ、たまにはこんなこともありやすって。こんな時カヤさんがいればな。おい、お前、ちょっと一人にしてほしいです。はあ、確かにちょっと疲れたですよ。どこか懐かしい場所。そうだ、久しぶりにあの店に行ってみるです。おーい、久しぶりですよ。あなたは祈りじゃなくてボス？まあそりゃボスですけど。何かご用でしょうか？諸話代は支払わせてもらってますけども、足りませんでしたか？いや、そういうわけじゃないですけど。ボスのおかげでいい商売をさせてもらってまして。それでよろしければこちらいかがでしょうか？もちろんお代は結構ですので。もういいです、
何でもないです。店のおばちゃん、私のこと怖がってるみたいですね。前と全然違うですよ。そうだ、いつものガキどもなら。あ、いのりちゃんだ。待てって、近寄ると大人に叱られるぞ。ボスに気安く話しかけるなって。そうだったね。行こうぜ。うん。あ、行っちまったです。お兄さん、この町はいつからこんな感じだったです？みんな全然楽しくなさそうで、違う町に来ちゃったみたいですよ。やっぱりカヤピーの言う通りだったですよ。私にはボスなんて。戻りたいです。ボスになんかなる前のカヤピーやみんなとの下っ端生活が懐かしいです。私がボスになったからこの街はこんなになっちゃったですよ。ボスにさえなれれば全部うまくいくって思ってたのに。お兄さん、私は決めたですよ。過去に戻って全部元に戻してやるです。お兄さん、ありがとうです。おいこら、管理人出てくるですよ。マスター認証不能。タイムラーベの正式起動にはマスターによる認証が必要です。カヤピーなら家出中です。そんなことより私を元の時間に戻すですよ。警告、重大なセキュリティ問題が発生しています。直ちに要請を停止してください。そんなこと言わずにお願いですよ。これをこうしたらいいですか、それともこうですか。警告、重大なセキュリティ問題が発生しています。直ちに要請を停止してください。このタイムラーベ自己防衛モード発動。見たことないですよ。誰じゃ、ここらでは民家をじゃが。いやー、誰って、そりゃこっちのセリフですよ。それにここらって、ここは一体どこなんですか。どこって、ランドソルじゃよ。そうじゃよ。ここはかつて王国の首都じゃったが、ある時からギャングの抗争が激しくなってのう。ロンクーとかいうギャングが失脚してからパワーバランスが一気に変わってしまったんじゃ。って、それうちじゃないですか。ってことは、ここは未来？うち？いや、なんでもないです。でも、たった一つのギャングが落ちぶれただけで、なんでこんなになっちゃったんですか？いろいろあったんじゃよ、いろいろ。あ、待て、隠れろお嬢ちゃん、奴らが来るぞ。奴ら？
くぜ。水だ、水をよこせ。ほら、出せっつってんだろ。なんですか、あいつらは。もはやギャングってレベルじゃないすさみっぷりじゃないですか。うらこのトゲトゲに刺されたくなければ言うこと聞きな。雑魚っぽい見た目なのにドスが効いててすごい迫力です。それにあのトゲトゲもファッションじゃなくて刺さるとめっちゃ痛そうですよ。悪ってのはドスを効かせてなんぼだからよ。うちは代々触る者皆傷つけろって格になってるんだよ。私のせいであいつらの子孫がああなっちまったですか。こんな世界嫌ですよ。じゃあな、こんな世界にも救世主様はいるのじゃ。サイキックヒプノシスビーム。なんで。あなたはもう眠っているのだ。へっ、何を言って。何その技は。サイキック救世主伝説、初音ちゃん参上だよ。あれってお兄さんとカヤピーの知り合いじゃないですか。だがな、昼までたっぷり寝ていた俺には通用しねえ。悪い子は目ですよ。この聖母のごとき優しさは。いい子だからみんなには優しくしましょうね。はい、いい子になります。おお、オレスティエの皆様じゃ。はあ、ありがたや、ありがたや。どうなってやがるですか。めちゃくちゃカオスなことになってるですよ。なんだこのガキ。おい、てめえなんか食いもんよこせ。もう一緒に来るですよ。わしがいたら足手まといじゃ。お前さんたちだけでも。何言ってやがるです。走らないと追いつかれるですよ。待てや。ダメじゃ、追いつかれるぞい。かくなる上はお前さん方、わしを置いて逃げなされ。ここはわしが食い止める。ゾケイジジイ、早く救世主様のところへ。じいさん、わしのことはいい。フォレスティエの皆様が助けてくれる。いや、いっそ助けられたい。いい子いい子してもらうんじゃ。何言ってやがるですか、変態じじい。お兄さん、前、なんで開いてるかわかんないですけど、タイムゲートが飲み込む。お嬢ちゃん、こいつらってもしかしてさっきの
逃げ切れてなかったです。もしかして迷子なのかな。え、ランドソルはすっかり復興したけれどまだまだ危ないからね、気をつけないといけないよ。こらこら、怖がっているじゃないか。どんな人にも優しく接するのが僕たちギャングのあるべき姿だからね。そうさ、エルフの救世主の優しさに救われた我々はその優しさをランドソルの全ての人々に伝えなければならないんだ。ミサト先生の教えを守るのが僕たちの喜びなのさ。ってことはここはさっきよりも未来なんです。一体どうなって。まあ、またタイムゲートですよ。一体どうなってやがるですか。さてと、休暇なんて言って出てきちまったけど、どうするかな。祈りのやつ、あれで結構頑固だからな。よっぽど痛い目見ないと考えは変えないだろうし。ん？なんだこれ、タイムゲート？あ、でも魔道具は置いてきたってのに。なんだ？ちょ、吸い込まれて！ここは？ああ！戻ってきやがったですよ！いい根性してるじゃねえか。俺と祈り？そっか、戻ってきちまったのか。本当にやる気なんですか、カヤピー。当然、偽物だとしても相手は俺だぜ。こんな喧嘩、めったにできないからな。そうだな、もうこうなっちまったらタイムパラドックスも関係ない。好きなようにやってやるよ。何言ってるかわかんねえけど、やるってんなら上等だぜ。つっても相手は俺だ。考えることは手に取るようにわかる。こいつ、俺が何者かわかんなくてためらってんだろう。俺は俺だよ。だから気にせず突っ込んでこいって言われなくてもそうしてやるよ。カヤピー、大丈夫だ祈り、いいから安心して見てろって。自分のことだからな、よくわかる。なんだかんだ言いながら目の前の俺は祈りを守るように立ち回ってる。正直好きだらけだ。そのはずなんだけど、それでも攻めきれないでいるのはこっちの方だ。くそ、おら！大丈夫だって。俺に向けてるわけじゃないのは分かってるけど、つい祈りの声に反応しちまう。そこだ、おら！ダメだ、避けきれねえ。
寸止めなんかしてんだよ。フェアじゃねえって思ったからさ。なんせこっちは二人でそっちは一人だろ。違いないや。カヤピー、何やってるです。とどめを刺すですよ。まあこういうやつなんだけどさ。ああ知ってる。だけど なんですかあの穴。カヤピー、あいつ逃げるですよ。俺にとってあいつは守ってやる対象ってだけじゃない、大切な仲間だから。ったく、いいところで終わっちまったな。今度はいつのどこだ。早く祈りのとこに行かなきゃなんねえってのに。あれあれ、やっぱり困っちゃってるみたいだね。その声やっぱ来てくれたんだな。正直もっと早く見つけてくれると思ってたんだけどさ、ボス。ごめんね、やらなくちゃいけないことがいろいろあったんだ。はぐれちまったですし、このままもう会えないんですか。カヤピーにもあいつらにもボスにも。あれ、ここはなんだか随分と見覚えがある気がするです。ですね、知ってるはずです。ここはドラゴンズネストに入る前、私がいつも一人で泣いていた場所です。誰です、誰がそこにいるです。これまで過去の自分たちと会ってきてろくなことがなかったですし、ここは放っておくのがいいんでしょうけど。そうだ、あれをかぶれば。で、出てくるですよ。出てこないなら。ふっふっふ、よく気づいたですね。なんですか、変態ですか。変態じゃないです。私は、そう、ギャング、ギャングですよ。ギャング、ギャングです。ギャングの中でも超かっこいいギャングスターってやつです。ギャング、その袋ってかっこいいですか。まあこういうのをかぶっててもかっこいい生き様が溢れちゃうんですよ。そんなもんなんです。はあ、そんなもんなんですか。それで何をしてたんですか、こんなところでうじうじと。それはですね、今日町の外に出てたんですけど、魔物に会って、それでどうしたんです。取られちゃったんです。その、そうでした、確かこの時は。大丈夫ですよ、
笑ったりはしないです。本当に？本当に本当です。お気に入りの人形、うん、笑いたければ笑うといいですよ。どうせ私なんか何をやってもダメダメだしビビリだし、大きくなっても一人で人形で遊んだりしてるし、こうやってジメジメした端っこにいるのがお似合いなんです。そうだったです。みんなに出会う前の私はこうやっていつも一人でふてくされてやさぐれていられねえです。え？見てられねえって言ったです。立つです。その魔物のところまで案内しろです。え？でも取り返してやるって言ってるですよ。でもギャングさん、私と同じくらいちっこくて見るからに弱っちそうですよ。いいから取り戻しに行くですよ。そう、取り戻すです。人形と私自身のプライドを。ここですけど。へえ、なかなかの場所じゃないですか。なんでこんな場所まで遊びに来てたですか、私は。やっぱり帰るです。何言ってるです。こんなとこ別に怖くもなんとも。これを取り戻したのは私だけの力じゃないですよ。これを取り戻したのは私とお前です。私がですか？そうだ、あなたの名前は？私は別に誰だっていいですよ。ただの通りすがりのビッグなギャングスター、それだけです。私もなるです。お姉さんみたいなビッグなギャングになってやるですよ。
そうだったです。私はいつか自分の力でみんなを認めさせてギャングのボスになりたかったんです。で、あれ？今度はトンネルの中のままです。もしかしてもうおしまいなんです？終了。終了。時の管理人、おいこら、お前のせいで散々な目にあったですよ。なんとか言ったらどうなんですか。過ぎ去った時は戻れない。壊れた歴史は戻らない。世界の断りをねじ曲げる術はもうありません。どういうことです？ここは時間の終着点、事象の最果てが至る場所。あなたという観測者はここで果てる。世界の全てと共に。お前は私に諦めろって言いたいですか？あなたと共に時は終わる。そしてこの時間は永遠になる。だから嫌です。私はもう絶対に諦めたりしないです。下っ端でも構うもんかです。みんなが一緒にいて、いつか自分の力でみんなを認めさせて、そんな未来を私自身の手で絶対に取り戻してやるですよ。そうなんだ。じゃあ一つ貸しだね。不正な侵入を感知。なめんじゃねえ。タイムラーベを使用せずに時間の壁が破壊された。コヤピー、お兄さんも？私もいるよ。声聞いたら嫌でもわかるですよ。なんでこいつはこんな風になってるですか？簡単に言うと魔道具の暴走だね。祈りちゃんが無理なことさせすぎたからじゃないかな。そうかもです。でも大丈夫。なんとあの管理人を機能停止させれば暴走も止まっちゃいます。だからその方法を聞いてるですよ。カヤピー、どうすればいいかわかるです？決まってるだろう。殴る。うん、大正解。結局いつも通りじゃないですか。さてと、それじゃあ行こうぜ、ノリ。自分の手で未来をつかむんだろう。あ、当たり前です。やってやるですよ。それでも無駄です。もうこの世界は終わりです。なんだ？当たってないです。回避行動完了です。攻撃が当たる前に時間を止めて逃げてるんだ。へえ、この空間だとそんな風に認識させることもできるんだ。このままじゃずっと当たらないね。ねえ君、お願い聞いてもらってもいいかな。少し大きな力を使うから二人をよろしくね。幸いここは通常とは違うフィールドだから、多少の過負荷をかけても外に影響はないよね。内部トンネルへの干渉の感知解析不能。解析不能。ボスが何かやってくれたみたいだな。それにお兄さんも力が湧き上がるですよ。サンキューな。行くぜ祈り。まだだ。くそ、足が。カヤピー、こ
このまま時の牢獄に閉じ込めますさせるかよ大見え切ったんだから根性を見せろよ祈り。ちょっと待つです。いっけボス、これってどうなるんだ？大丈夫だよ。機能が停止すればこの空間から普通に出られるから。でもおかしくなった世界はどうなっちまったんです？そうだよ、タイムパラドックスが起こって。ん？何言ってるのかな、二人とも。もしかして気づいてない？え？気づくって何をだ？タイムスリップって思ってるのは幻覚っていうかシミュレーションかな。このタイムラーベはタイムトンネルに入った人がタイムゲートを通じて時間と空間の影響を予測する魔道具なんだ。過去の行いが未来にどう反映されるのかを予測してくれるかなり精度の高い予知って言っちゃってもいいかもね。まあ処理能力を超えちゃったせいで暴走しちゃったみたいだけど。つまり今までのは全部作り物の過去と未来ってことですか？そうは言ってもタイムラーベで見てきた未来はかなりの確率で本当にそうなっていたかもしれない未来だよ。二人とも思い当たる節もあるんじゃない？それはまああるっちゃあるか。嫌な未来だったらそうならないように今からでも気をつけられるし、変えようのない過去だって今の自分なら乗り越えることもできるから。私たちはしっかりと丁寧に今を生きるしかできないってことですかね。お、珍しく首相だな。なんてちょっとお説教臭くなっちゃったかな。あったあった、この杖本当に危ないものだから気をつけてね、祈りちゃん。その杖も回収できたですか？よかったですよ。でも祈りちゃんには本当に良かったのかな。え？どういうことです？今までのが幻覚だったってことなら壺は割れたままってことか。そういうわけだから戻ったら分かってるよね。祈りちゃん、お使いよろしくね。またですか？あれ、何か言いたいことでもあるのかな。ないです。
わかったですよ。行ってきてやるです。はい、それじゃあお願い。これメモとお金、お釣りはちゃんと持って帰ってきてね。わかってるですよ。それじゃあ行ってきてやるですよ。あら、いのりちゃんじゃない。お使いかい？そうです、お使いですよ。よかった、元通りです。今日も頑張ってるね。どうしたんだい、そんなに笑って。別に何でもないですよ。それで何がいるんだい？ですね、このメモに、名案が浮かんだですよ。ですね、まあ、いのりちゃんだ。何やってんだよ、いのり。そんな口聞いていいんですかね。こっちにはこれがあるというのに。あ、祈りのやつお菓子持ってるぞ。これが欲しければ今後は私の言うことを。何するですか。いただき。ありがとね、祈りちゃん。まあ、どうせやるつもりだったからいいですけど。あ、いのりちゃんだよね。やっほー。あら、こんにちは。救世主じゃないですか。え、何のこと？いや、なんでもないです。あれ、どこか行くとこだった？お使いを済ませてきたところですよ。私は優秀なんです。おお、偉い偉い。あら、そうなの？引き止めてごめんなさいね。もしよかったら一緒にお茶でもと思ったのだけど。うん、そうだね、帰るまでがお使いだもんね。また今度カヤピーと一緒に行ってやるですよ。アバヨです。なんだか前と違って人見知りしなくなってたね。ここ数日で何かあったのかな。子供たちの成長を見るのっていつもドキドキするものね。なあボス、俺はついてかなくてよかったのか？今のいのりちゃんならちゃんとお使いこなしてきてくれると思うよ。ひょっとして今回の件、ボスは全部わかってて仕組んだんじゃ。え？何のために？そりゃ、いのりにお給を据えるためとか。そんなことのためにわざわざ魔道具は使わないよ。私にだって不測の事態ってのはあるんだからね。いい機会だったからちょっとだけ実験させてもらったけど、あの規模で全員まとめて影響を及ぼすのにどれだけの処理能力がいるかとか。やっぱり手のひらの上じゃないか。そうでもないんだってば。でも、いのりちゃんもかやちゃんも頑張ってくれたからね。ま、いろいろ大変だったけど、いい経験だったのは確かだな。特にいのりちゃんは得るものもあったんじゃないかな。自分が本当にやりたかったこととかね。
ですよ。はい、ボスこれ買ってきてやったですよ。はい、ご苦労様。お釣りも、うん、ちゃんとあるね。ほんとだ。なんだ、やればできるじゃんか。それじゃあ私はこれで。ねえ、祈りちゃん、一つ聞きたいんだけど、いいかな。ぎっくり。え、どうしたんだよボス。買ってきてくれたこれなんだけど、微妙に違うよね。私が頼んだのよりちょっと安物だよね。その分の差額はどこに行っちゃったのかな。祈り？何のことですかね。おい祈り、背中。何ですかカヤピ、私は今忙しいんですよ。背中のところ見えてるぞ、菓子の袋。何のことですか。祈りちゃん、なんでこういう時だけ気がつくんですか。ボスだって言うのにケチくさすぎます。祈りちゃん、こうなったら逃げるしか。おい、そっちには壺が。ああ、また割っちゃったね。祈りちゃん、奥の部屋行こっか。いやです。かやぴー、助けるですよ。悪い、無理だ。白状者、誰か、誰か時間を巻き戻してくれですよ。そんな都合のいいものはないってのは、祈りちゃんが一番よくわかってるんじゃないかな。そうでした。私は今を丁寧にしっかりと生きるですよ。その割には釣り線はごまかすのな。何言ってやがるですか。あれこそ丁寧でしっかりとした頭脳派作戦ですよ。だったら今日はいつもより丁寧にしっかりめにお仕置き行っちゃおっか。絶対に下克上してやるですよ。私は私の力でギャングスターになってやるですよ。やっぱドラゴンズネストはこうでないとな。
く行くわ。あれって時の管理人ですよね。なんか変なことになってるですよ。暴走しちまってるみたいだな。どうするですかやぴー。決まってるだろ、ぶん殴って止める。やっぱり脳筋喧嘩バカですよ。フラッシュフォーリング、やるぞ祈り、ドラゴンズエンドフィスト。さすがです。メモメモ、情報はすべて記録した。これで元の場所に戻らないな。なんでだ。見るですかやぴー、タイムトンネルにまだ先があるです。あっちが本命ってわけか。よし行くぞ祈り。ちょ待つですかやぴー、あたしを置いていくのですよ。なんかヤバそうな気配がしてるじゃねえか。面白え、行くぜイノリ。本当に行くですか。ちょっと様子を見た方が。なんだよ、またビビっちまったのか。ビビってなんかないです。いいですよ、行ってやろうじゃねえですか。うわー、行くぞ祈り。来たです。なんだかさっきよりもヤバい雰囲気ですよ。けど俺たちの敵じゃねえ、覚悟決めろよ祈り。分かってるです。やってやるです。絶対に元の場所に帰ってやるです。その息だ。いいぜいいぜ、たぎってきた。ギリャッ、たぎってきたぜ。楽しまなくっちゃな。ギャッでやっ、楽しまなくっちゃな。やるぞ祈り、ドラゴンズエンドフィスト。さすがです、行ってきたぜ。よっしゃ勝ったです。行くぞ祈り。さあ祈り暴れようぜ。こいつはやばいな、ちょっと一筋縄じゃいかなそうだぜ。大丈夫か祈り。何らしくもないこと言ってやがるですか。いつものカヤピーなら問答無用で殴りかかってるですよ。ああそうだな、よっしゃ、それじゃあ覚悟を決めて突っ込むぞ。分かってるです、ひっくですよ。精霊よ、たぎってきたぜ。
一撃行ってきたぜ。や楽しまなくっちゃな。任せてくださいます。行くですかよ、ピン。ドラゴンズロア、その調子だぜ、祈り。やるぞ、祈り。ドラゴンズエンドフィスト。さすがです。チェルフェス一等賞。落着って感じか。そうです。あとは元の場所に戻って。ボスに叱られるだけで済むぜ。よかったな。そうだったです。やっぱり戻りたくないですよ。いいからとっとと帰ろうぜ。話すですよ、カヤピー。緊急事態です。今までとは比べ物にならないほどの力を持つ強力な魔物が出現しました。このままでは大変なことに。お願いします、あなたの力を貸してください。こちらから新たに現れた強力な魔物に挑戦することができます。頑張って挑戦してみてください。この偉大なるビッグボス、祈り様を称えるがいいです。はじめから飛ばすわよ。あー、なんかやばそうなことになってるですよ。ビビってんじゃねえぞ、祈り。こうやってぶん殴っちまえば。あれ、何やってるですか、ヤピー。真面目にやるですよ。やってるって。なんか壁みたいなのがあって本体に攻撃が届かねえんだよ。空間を歪めて攻撃を防いでるみたいだね。そんなのずるいですよ。なんとかならないんですか。大丈夫だよ。根気よく攻撃を重ねると破れちゃいそうだよ。頑張って破壊しちゃおっか。わかったぜ。行くぞ、祈り。しょうがないですね。やってやるですよ。精霊よ、月だらけで精霊、ついたてをしたって。全て捧げます、オーロラサンクチュアリ。任せてください。もう一人の私よ、ミラーミラー。解き放ちます、コスモブループラネット。消えちゃえ、アビスエンドバースト。サマーブライトフォース。精霊よ、フライドをします。月だらけで全て捧げます、オーロラサンクチュアリ。もう一人の私よ、ミラーミラー。消えちゃえ、アビスエンドバースト。やあ、正解です。解き放ちます、コスモブループラネット。そこです、サマーブライトフォース。ぶっ殺すわよ、ぜなら。消えちゃえ、アビスエンドバースト。全力エールよ、解き放ちます、コスモブループラネット。なんか出てきやがったですよ。こいつらは
私たちですか？へえ、俺自身とやり合えるってのか？いいじゃねえか、たぎってきたぜ。待つですよ、カヤピ。これが過去の私たちだったら大変なことになるです。大丈夫、あれは二人のコピーみたいなものだから、遠慮なく倒しちゃっても問題ないんじゃないかな。確かに私たちとはちょっと違うような。なんだよ、俺相手じゃないのか。まあいいさ、とりあえずぶっ潰そうぜ。勝ち切りましょう。すべて捧げます。オーララサンクチュアリー。もう一人の私、ミラーウンダー。精霊よ、サマーブライトフォース。消えちゃえ、アビスエンドバースト。冷たいです。もう一人の私、ミラーウンダー。解き放ちます、コスモブループラネット。すべて捧げます。オーララサンクチュアリー。ほっ、任せてください。やった、消えちゃえ、アビスエンドバースト。海の広いよ。もう一人の私、ミラーウンダー。スキッサマーブライトフォース。全員で引き放ちます。コスモブループラネット。すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー。熱い冷たいです。もう一人の私、ミラーウンダー。消えちゃえ、アビスエンドバースト。せい、この任せてください。サマーブライトフォース。海の掃除よ。すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー。解き放ちます、コスモブループラネット。そうします。全力エールよ。始めましょう。強霊よ、本を貸します。そうね、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー。もう一人の私、ミラウンダー。ニューイヤーバースト。任せてくださいます。みんなでおもてなしな。ミルヘンキングダム。サマーブライトフォース。縁起物よ。そうしよう、精霊よ。ニューイヤーバースト。好きだらけ。なんですかあれ。なんかおかしくなってるですよ。本格的にぶっ壊れてきたって感じだな。なんだか見てらんねえぞ。早めに手を打った方が良さそうだね。かやちゃん、いのりちゃん、急いで倒してあげよっか。ああやって暴走しちまったのは俺たちのせいって部分もあるからな。でもこいつのおかげで気づけたこともあったです。今の私はこれまでの私と同じじゃないですよ。よく言った、祈り。二人とも頑張れ。ちょうどいいです、ボスはそこで見てるがいいです。私たちの力でこいつを止めてやるですよ。行くですよ、カヤピー。ああ、任せとけ。俺たちで終わらせてやるぜ。熱く行くわ。すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー。もう一人の私、ミラウンダー。くらいなさい。サマーブライトフォース。やるじゃない、何発でも打ち込むわ。ニューイヤーバー。みんなでおもてなしや。ミルヘンキングダム。もう
ですか。一人の私、ミラーウーラ、一覧を全て捧げます。オーロラサンクチュアリ、そうね、好きで任せてくださいまし。縁起物よ、ニューイヤーバースト。みんなでおもてなしや。ミルヘンキングダム、もう一人の私、ミラーウーラ、サマーブライトフォース、全力エールよ、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、好きだろ、もう一人の私、ミラーウーラ、ニューイヤーバースト、みんなでおもてなしや、ミルヘンキングダム、サマーブライトフォース、全力エールよ、送るよ、好き、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、もう一人の私、ミラーウーラ、ニューイヤーバースト、みんなでおもてなしや、ミルヘンキングダム、サマーブライトフォース、もう一人の私、ミラーウーラ、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、ニューイヤーバースト、そうね、あつ、みんなでおもてなしや、ミルヘンキングダム、サマーブライトフォース、もう一人の私、ミラーウーラ、ニューイヤーバースト、任せてくださいまし。初詣のおかげかしら。討伐お疲れ様でした。ギルド管理協会より報酬をお渡しさせていただきますね。おや、ここで新たに挑戦できるモードが解放されたようですよ。一度内容を確認してみましょう。10回も倒すなんて、さすがお兄さんですよ。なかなかやるじゃないですか。まあ、私の次くらいにはすごいと褒めてやるです。この調子でガンガン行くですよ。はははは、この偉大なるビッグボス、祈り様を称えるがいいです。結構倒したみたいだけど、これで何体目だ？へえ、もう20体も倒してるのか。すごいじゃないか。俺も負けてられないな。もっとガシガシ行かないと、喧嘩屋の名がすたるってもんだぜ。祈りがボスね。本当にうまくやれるのか？ま、君も支えてやってくれよな。私の側近になるには十分すぎる成果です。この調子で頼むですよ。私は後ろで応援しておいてやるです。偉大なるビッグボス祈り様のために頑張りやがるです。なんでたかが壺一つでこんな目に遭わなくちゃいけないんですか。ボスが絡むと本当にろくなことが起こんないですよ。
うちのギルドドラゴンズネストは少数ながら精鋭揃いですからね。他のどんなギルドにだって負けないです。誰のおかげでそうなのか、お兄さんならわかるですよね。まあまあの答えですね。カヤピーほどの切り込み隊長はきっと他にはいないはずです。まあそれも後ろで支える私がいてこそなんですけどね。何言ってやがるですか。ボスなんて腹黒で陰険な裏で暗躍しかできない小物です。私とカヤピーがいてこそのドラゴンズネストなんですよ。わかってるようですね。ドラゴンズネストは私がいるから持ってるようなもんです。私だっていろいろやってるですからね。お使いとか。タイムラーベ、こいつはすごいアイテムですよ。これさえあれば私の天下は確実です。お兄さんならこれを使って何がしたいですか。はあ、お兄さん真面目ですね。そんなの見て楽しいですか。せっかく私と一緒なんですから、もっと面白そうなものを見に行くですよ。それはプライバシーの侵害ですよ。エッチ、変態、不審者野郎です。そんなトップシークレット簡単に見せてたまるかボケです。確かに未来が分かれば賭け事とかやりたい放題。それですよ。え、そういうことじゃなくて未来の世界を見たいんですか。まったく、お兄さんは無欲ですね。どうしたですか、お兄さん。え？私とカヤピーの関係ですか？そんなの見てればわかるですよ。別にいつも一緒ってわけじゃないですよ。私だってカヤピーなしでもちゃんとやっていけるです。多分。なんですかその目は。こっちみんなですよ。さすがお兄さんですね。私たちのことよく見てるです。私とカヤピーがいれば無敵ですからね。ドラゴン族の最強コンビが私とカヤピーだってよく覚えておくですよ。はあ、何言ってやがるですか。むしろ私が普段からカヤピーの暴走を止めてるですよ。お兄さんの人を見る目はどうなってやがるです。ボスですか。今の私にとっては もはや怖くなんてないですよ。そんなことあるわけないですって言ってるです。私だってもう立派なビッグボスになってるですよ。あんなしょないしょないババアに負けるわけがないです。そうですね。謝ったら許してくれるです。無理ですよね。もしそうなったら一緒に逃げるですよ。お兄さん、二人でゲットウェイ。何言っ
やがれです。これはむしゃぶりってやつですよ。大丈夫です。私が真の下克上をするために一番必要なことは何だと思うですか？お兄さんならわかるはずですよ。だからその方法を知りたいんですよ。やっぱり地道にやっていくしかないですか。ビッグボスの道もホップステップジャンプですね。ワルに何を言うですか。ワイルドにタフに何でもこなすのが真のボスです。まったくお兄さんは考えが甘すぎです。お菓子人間です。やはりそうですよ。パワーこそ正義じゃなくて悪ですよ。成り上がるためにはやはり全てをねじ伏せる強い力が必要。お兄さん、今から一緒に特訓するですよ。ファイトドラゴンズネストか。まあ変なギルドではあるよな。君から見てうちのギルドって最初どんな印象だったんだ？そりゃどうも。で、祈りも含めて言ってる？やっぱり君って変わってるよな。そりゃギャングもしてるからそう思われても仕方がないけどさ。それで今の印象は？あんまり変わってないって。確かにそうかもな。だろ？ドラゴン族ってだけで相当珍しいけど、それだけじゃないしな。ボスだってかなりヤバいし、祈りだっていろんな意味ですごいやつだしな。タイムラーベね。まさか本当にタイムスリップしちまうなんてな。しかしこんな便利な代物どうしてボスは隠してたんだ？確かに未来でも見えてるのかってくらい頭は切れるからな。タイムラーベもノーリスクで使えるわけじゃないみたいだし、ボスなら使わないってのもなんとなくわかるな。あの人がこいつの機能を知らなかったってことか。まあ確かにそう考えると辻褄は合うけどさ。ボスのことだし、なんか企んでる気もするんだよ。君もそう思う？やっぱりそうだよな。実際俺たちもなんかやばいことになりかけてたし、あんまり使いすぎない方がいいのかもな。しっかし祈りがボスね。理由を聞いた今でもなんでこうなっちまったのかさっぱりだぜ。あいつなりに頑張ってるとは思うんだけどさ。
や、まあそうだよな。俺もその気持ちはよくわかるよ。ボスになれたからとはいえ、あいつも張り切りすぎて無茶しなきゃいいんだけどさ。ああ、なんだかんだ今のボスは祈りなんだしな。俺もあいつも君がそばにいてくれるなら安心だ。でもまあ無理だけはさせないようにしないとな。そうか、あの祈りだぜ。本当になんとかなりそうか。俺の目を見ろ。同じことが言えるか。やっぱりな。とりあえずはまた変に調子に乗らなきゃいいんだけどさ。しかしこのタイムラーベのマスターの衣装っての変わってるよな。まあ動きにくくはないし別にいいんだけどさ。なあ、君から見てどう思う？え、かわいいかこの格好。俺にはそういうのあんまりよくわかんないんだけどさ。かわいいね。ま、褒められて悪い気はしないぜ。そうか？ならよかった。普段と違う格好も時々は悪くないな。あとはこの格好でどれだけ動けるか試しとかないと。なあ君、ちょっと付き合ってくれよ。行くぜ。君がそう言うならいいけどさ、君から見た俺ってこういうのが似合うやつなのか？は？これはこれであり？そういうものなのか。喧嘩ってのは実力が近いほど楽しいもんなんだよ。だから俺との喧嘩は絶対楽しいはずだったんだけどさ。君は過去の俺と未来の俺、どっちが強いと思う？未来ってことはその分強くなってるってことだもんな。あー、くそ、やっぱいっぺんやってみたいぜ。でも今の俺って未来の俺に追いつけるのか？ああ、確かにそうかもな。とはいえわざわざ祈りを連れて喧嘩しに行くのもな。はあ、何にも考えずに気兼ねなくやり合いたいぜ。確かにすっげー調子のいい時とかあったりするからな。その時の俺だったら苦戦しちまうかも。本当なら今の俺の方が強いはずなんだけどさ。割っちまったツボ治りますかね。治りますよね。ね、お仕置きだけは本当勘弁ですよ。この偉大なるビッグボス、祈り様を称えるがいいです。この魔道具はすごいですね。こいつがあれば、あたしとカヤピ、お兄さんで
やりたい放題ですよ。なんでたかが壺一つでこんな目に遭わなくちゃいけないんですか。ボスが絡むと本当にろくなことが起こんないですよ。君や祈りといると大体何かしらの事件に巻き込まれてる気がするよな。ま、退屈しなくていいんだけどさ。なんだよ、さっきからこっち見て。この格好がどうかした？え？似合ってる、だって。そいつはどうも。祈りがボスね。本当にうまくやれるのか？ま、君も支えてやってくれよな。